ギャバ。株式会社ギャバ、ガバは、東京都新宿区に本社を置く、主に、首都圏で、マンツーマン英会話の語学学校を展開する企業。学校教育法で定める学校ではない、大胆不敵な人生目標に挑む人を応援すること、国際舞台で活躍できる人材を育成すること、多様な文化の相互理解に貢献することという3つの、 ミッションを掲げているのが特徴。2015年3月にスタッフ553人、インストラクター1106人がいる。2016年1月42カ所のラーニングスタジオ、LS がある。駅地カリッジで朝7時から夜10時40分まで開校して、関東、関西、中部に43校を展開しているマンツーマンレッスンの英会話スクールで、 本社の所在地は東京都渋谷区元代々木にある。多くの英会話学校が能力別のグループレッスンを行うのに対し、ギャバでは100%マンツーマンで、講師は外国人がほとんどネイティブスピーカーの日本人講師も在籍という内容でレッスンを行っている。これらのマンツーマンレッスンに加えて、 ロープを活用したインターネットによる新規顧客獲得の効率化などにより売上状況を改善している。2016年1月現在、ギャバは42カ所のラーニングスタジオ、LS があり、そのほとんどは関東地方にある33カ所。また、東海地方に LS が2カ所あるほか、関西地方にも6つの LS がある。ギャバの講師は個人の業者として、 ギャバから委託されたレッスンを提供する。講師は自分のスケジュールをほぼ自由に決めることができるものの、生徒のリクエストにより、朝、夕方、土日などにレッスンが予約される傾向がある。講師はギャバのイントラネットを通して自分のスケジュールを提出するが、ギャバは前日午後6時以降に予約されたレッスンに対して払う。ギャバ講師は1月。 特定のレッスン数以上を担当した場合、ボーナスがもらえる。また、顧客になり得る人と、ファーストミーティング、FM のレッスン、初レッスンを行う講師は、その生徒がギャバと契約した場合もボーナスがもらえる。なお、FM のレッスンはギャバと特定の契約を結んだ講師に限られる。インストラクターにはギャバがベルトと呼ぶものが適用され、それにより、レッスン単価が決められる。 インストラクターは講習を受け、ある要件を満たした後、ベルトの一つが適用される。ベルトの範囲は A、A2、B1、B2、C1、C2、D1 及び D2 までとする。ギャーバには、さらに、ピークレッスン及びノンピークレッスンと呼ぶものが規定されている。A ベルトが適用されるインストラクターでは、ピークレッスンであっても、 給与支払額は何ら変わるものではない。しかし、その他のベルトの適用を受けるインストラクターについては、ピークレッスン、平日の朝及び夕方のレッスン、及び週末、または休日のレッスンに対する報酬額は、増えることとなる。インストラクターは、講習を受け特定の要件を満たした後、ベルトの適用を受ける。ベルトのレベルに到達し、そのレベルを維持するための要件は、 以下の通りである。ここで言う評価とは、生徒が行う評価のことであり、5段階評価の形で行われ、優秀なレッスンをごとし、非常に不満足なレッスンを一とするものである。ギャバは、レッスンの質を向上させるため、生徒の評価に、基づき講師のベルトを決定するシステムを採用している。実際、評価の大部分が四または五の評価で占められていると言われているため、 インストラクターが現在のベルトのレベルを引き上げるためにはほぼ後の評価を得ることが期待されている。否定的評価とは1と2の評価のことを言う。スケジュールはインストラクターのスケジュールのことを指し、前月の10日までに提出をするものとする。時間厳守、欠勤の問題は自明のものであり、ピークレッスンの説明は上記に述べた通りである。現在のところ、 インストラクターのベルトが C1 と C2 レベルに上昇することはない。これはこれらのベルトが適用されるインストラクターの数が会社が規定した制限数 C1 と C2 ベルトは30名及び D1 と D2 ベルトは15名となっているからである。2015年4月から C1 と C2 ベルトは40名及び D1 と D2 ベルトは20名となっているからである。 毎月、ギャバは、インストラクター評価委員会、アークを開き、ベルト要件に基づいて、どのインストラクターのベルトを引き上げるか、昇級するか、引き下げるか、減給するかの決定を行っている。上記に説明されるように、ギャバのインストラクターは何らかの講習を受け、テストに合格しより高いベルトの適用を受ける、つまり、より高い時間単価の適用を受けるようになる。 上位ベルトインストラクターの契約終了、生徒による低評価によるベルト引き下げ、または高評価によるベルト引き上げによりベルト分布は変動する。2010年10月において以下のように講師のベルトは分布している。2007年9月6日、ギャバ講師の組合が結成された。ギャバユニオンは大阪に基盤を置くゼネラルユニオンの支部として結成され、 他の地域のギャバにも組合員がいる。ゼネラルユニオンは全国労働組合協議会全労協の一員である全国一般労働組合の加盟団体である。ユニオンの代表は2007年頃会社と何度も話し合いを持った。さらに契約期間も4ヶ月から6ヶ月に延長されたが他には変更はなかった。ゼネラルユニオンはずっとこれらの変化は ユニオンの圧力によるものだと言ってきたが、ギャバ側は、これらの変化は、ギャバに組合ができる前、2006年のうちに検討されたものであり、ユニオンの圧力とは無関係だと主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。